人生ゲーム4、任天堂スイッチやっていこうと思います。まあ、前回ね、人生ゲーム一人でやってみて、まあ、最後3-7結果終わっちゃったので、まあ、今回はですね、もう人生の大成功を収めるべく、リベンジしていこうかなと思ってます。じゃあ一人遊びでやってみましょうか。じゃあ、こっちでやりましょうかね。スロット2にセーブしていく。で、コムピューターキャラはもう普通に今3人ぶち込んじゃっていいんじゃない？じゃあ、一生モードやっていきましょうか。子供から大人まで。なんと、49ターンありますね。で、あ、今回もゲームガチで上手い奴らもう4人ぶっ込むわ。立石名人、青戸名人。で、昔の、なんかハイパーヨーヨーの中村名人みたいなやつもいねえのかな、これ。一発当てる3。なんか前回こいつ強かったんだよな。ただ、うわ、恋愛マスター行くか。I love me 行きます。完了。どんな見た目なんだろう、みんな。自分のカラー、あ、自分のカラーはね、あ、そうか。ちょっと作るわ、今回。で、今回は、もう普通のとこで。りょうさん、しましたみたいでしょ。大原部長だな、これ、どっちかというと。もういいや、これで。いいよね。やっぱ多様性を認めていかないと。うん。今、これからの時代は。はい。で、今回、両津勘吉を作ろうとして、なんか、途中でずれて、大原部長みたいなになって、最終的になんか、その辺の変質者になりました。いいじゃん、これで。これが僕の分身としてね、今回人生ゲームで、人生の成功、キャラが濃い、みんな。よし、じゃあ行きましょうか。はい。これ結構じゃ、おー、なるほど。立石名人、アイラブミ、モコ、そして青戸名人か。人生の達人ってどういう意味なんやろ。よし。じゃあ、しつかりと49ターン、長旅やっていきましょう。なんかでもちょっと、なんか両端の名人って言ってるやつは地味じゃない？いや、見た目とかじゃなくて、やっぱ本当に人生の立ち回り勝負する人たちなんだろうね。やっぱ結局こう見てくるだけでいけるところで限界あると思うんですよ。それはまあ多少のこのやっぱね、そのなんか人相とか愛想、見た目とかで有利な部分もあるけど、やっぱ最終的に自分のその人生を高めるのは中身ですからね。そんなこう中身のある人生を歩んでいこうと思います。さあ、人生ゲーム、始まりだ。赤ちゃん時代あと3ターン。お、早速回していくか。うわ、8いいじゃん、強えじゃん。8番で。おー、ラッキーマス2、レベル2。健康診断病院行くと、どちらが成長していくと大丈夫だけど、ギリが、子供の、なんかそんな赤ちゃんの子がその勝負事とかするんやな、お前ら。いいね。まあ、この頃からもう、なんだろう、他人はライバルであるという、もう、なんつうんだろうな、そういう意識、ライバル意識っていうのが芽生えてる。将来有望じゃない？これやっぱ刺激、なんか人から刺激受けるっていうのが人を一番成長するからね。さあ、じゃあ僕の赤ちゃんしては眉毛濃いな。回ります。参ります。あ、6いいんじゃないの ?6 番は。さあ、ラッキーマスレベル1か、微妙だな。今日はブロックの持ち合わせをどうした組み立てしているし、あとにも時間が過ぎていった。僕は中華があった気がする。体力があった気がする。センスが上がった気がする。あくまで気がするだけです。成長してない可能性もあるからね。さあ、あ、5番か、いいじゃん。レアマッキーマス来た。はあ、あるミルク会社が赤ちゃんをなんちらかんちら。まあ、ひたすらゴンロス動画をやったら一緒だ。はな、何言ってんのお前。アート名人はセンス丸に目覚めた。すげえ、パープロみたいじゃん。あ、やべ。うわ、1、オッケーさま。これってでも早くにゴールするとかあんまないよな。赤ちゃん時代とかは。昔々あるところにたくさん本を読んでもらったり、いろんな言葉が生まれた。嘘やろ、もう何、生まれながらにしてもう言葉理解してる。こいつ天才かもしれん。ああ、6番か、結構いい。で、目指すな、みんなね。うわ、被ってる、レアラッキーマス。どっちが中で入れるか。子供泣かそうと大人たちが怖がらせてきたけど、泣かず何度か壊れ方来た。ああ、怖かった。アイラメン、どっち力が爆発。なるほど。賢さ丸に目覚めた。なかなかいいんじゃないかい。よし、ルート回すか。まだね、もうほんとまだ、もうこっからなんだよね、人生は。さあ、まずは、しっかり8番を出していく。これ一気に出しんじゃないこれ。はい、ご飯もありますか？ラッキー。これ、レベル1でしょぼいんだよな。好き嫌いせずに何でも食べようね。これ、パパこれ。なんか若くないお父さん。いつけまぶり、お昼ご飯のそこさと食べたら、元気もりもりできた。いいこと聞いてよかった。そういうのを、その、多分、赤ちゃんの時に何も考えない。ただ、ご飯美味しいって食べる。食わず嫌いするしないとかじゃなくて、好きなもんを好きなだけ食べるのが赤ちゃんの仕事やから。そんな考えない大人みたいに。あ、決められたルートママ、いっぱい褒めてもらえた。なるほど。なんかでも、センス20丸？何そのパワープロやったらもう天才型レベルのやつ。立石名人。こいつなんか人生ゲーム上手いって書いてあったけど、人生ゲーム上手いって何なん？諸勢力が高いってこと？それともなんか運がいいってことなんかな？あ、大谷翔平やん、こいつ。野球選手になるのもでもありかもな。ちょっと目指してみようかな、今回。俺前回何目指したっけ？
なんか結局配信者がなんかやってもうてんよ。なんかもう、なんすの、その、なんて、本当にもう無難な択というか、これ配信者になるみたいなさ、そういう未来もあんねんけど、じゃ今回もガチガチのスポーツ選手と目指してみようかな。じゃあルーレット回します。でかな、これ。これさ、ちなみになんだっけ、早めにゴールしたらなんかもらえんだっけ。ラキマスレベル2どうだ、職業探索のタケルって天満バッグ1加速助手に行くことになった。今日、会社員か。まあ、会社員っていう職業もまあもちろんいいんだけど、なんかこう、どれでかく夢を追いたくないか。ねえ。それかもう、社会人野球からプロ野球行くみたいな人生でもいいと思うし。向こうちゃんと一緒に、あ、二人何行くんだって、プリンに行って、吉永にゃが行くよ、評価が前長になれるかも、無理。漫画が舐めんな、お前。お、センス。あ、でもちょっとなんか、オール F だ。なんか、突出した能力がない。あ、え、赤ちゃんもうこれ終わりなんだ。ここまで結果を見てみよっか。どう？俺は？あ、でも俺バランスいいじゃん。普通に。さあ、ついに、小学生時代に入学していくぞ。皆さん準備よろしいでしょうか？ Here we go! でございましてやっていきましょう。結構小学生の時からさ、なんかもうスポーツの才能があるとか、音楽とか、絵とかってなんか何となく見えてくるやんか。もうすべての可能性を今から追っていくわ。商品モニターの募集にしてみた。食べ物の生活サンプルが魚に残りて食べたり使ったりしながら感想を起こして、なんとお部屋の品がもらえた。それ大丈夫？なんかそのアムウェイとかじゃない？大丈夫それ。縦締めんじまい。そのアムウェイが悪いと言ってんじゃなくて、なんかネズミ工的なさ、そういうのちょっとやったら危ないやんか。ねえ。さあ、ここはしっかりと、4番を相手ぶん投げてきて。なるほど。結構みんな同じところ座ってていいね。夏休みの終わりにされるかと。あ、もう夏休みなんだ。早いね。アート名人に間に合った。ああ、いい友達の力借りてね、こう宿題やってみたいな。いや、でも俺はそういうのやらないから。俺はもうすべて、この、もう、小学生時代から全部自分の力で解決するって男を身につけたい。さあ行くぞ。ん、今、ちょっとズルしたやろ、お前。なあ。ズルしたやんけ、普通に。映像でもそれで。データ入力の作業お手伝い。小学生とは思えない仕事してるやん。文字を打ち込むだけでも簡単なお手伝いだったけど、とても根気のいる作業だっただって。僕は中華があった。強力が少し上がった気がする。ちょっとでもなんかあれやな。大きい目を入れた。あ、大きい目に整形するのかと思ったけど、大きい目ってそのあれか、ルーレットの、あれで、出目がでかくなるやつ。うわ、銃出してるやついるじゃんね。ずるいよ。しかもレアラキマス止まってるし、何これデパートに行く。なんか、ブスってした女の子やな。てか、お父さんとお母さん、高校生ぐらいやんけ。ね、このセンス20丸ずるない、こいつ。ずるい。あとしかもあと2ターンしかない、小学生時代。何もしてへんね、今のところ。7。やりますって。あ、黙れ。治る、下がれ。親がいないことをお菓子を買い込んで、誰も邪魔されず勉強して勉強することができた。いや、お前、ねえ、小学生が100万円お菓子に使ってんけど、これ事件だよね、もはやね。普通に。あかんや、そんなしたら。ラッキーマスレベル2。お、ピアノ練習、いいやん。おー、競い合うと、相手がいたことで、メキメキと上がっていった。俺も上がる、センス。おー、いいね。なんか仲間巻き込んで、こう能力上がってくれるのすごい嬉しいわ。いやでもピアノとかバイオリンとかさ、そういう、おー、8番いいんじゃないの？しっかりレベルに。なんかピアノとかってもうやっぱちっちゃい、本当になんなら幼稚園の頃からやってんとプロピアニストになれないもんな。まあ、二十歳とかから初めてっていうね、プロレスになった人もおるけど、その中には。はぁ、やる気が出ないな。とぼとぼと商店街歩いてると、知らないおじさんが話しかけてきた。今一瞬事故んのかと思ったわ。若者よ、つまらんそうじゃ、ちょ、どれ目を閉じるのじゃ。ちょ、これ普通に事案です、事案これ。しかもさ、よう見て背景のレンガなんかめっちゃ倒れてるから大丈夫なあれ。おじさんに言われるが、まあ、目を閉じてはバシ。なんだ目の前のおじさんいなくなり、その代わり、変質者や。背中に不思議なボタンがついてた。え、大丈夫それ。やる気ボタンお宝を手に入れた。怖っ。え、これダイナマイトとかじゃないの？大丈夫やね。さあ、8番。なんかみんな出目がいいな。割と。運動会で二人三脚の代表に選ばれた。運動神経いいんだ。だから、さ、レンが倒れるの気になるね、あれ。こいつら運動会、運動神経もあんのずるい。センスもあるし、運動神経もあるし。でもさ、二人三脚って今冷静に考えたらすごい危ないよね。どっちかの足で持つってこけたらさ、大事故につながるよな。大怪我につながるよな。今の小学校とか二人三脚とかあんの？お互いの右足と左足をこうくくって、こうレースすんねんけど、あれめちゃくちゃ危なかったと思うね、今考えたら。うわっ !10 番だ。ラッキーマスレベル1、しょぼい。冬休みも早っ。でもあと1ターンしかないんだよな、小学生時代が。アイラビーは強くすごかった。賢さは2枚の効果で上がった。へえ、なるほど。じゃあ、これカードとか別に持ってない。あ、そっか、大きめカードはでも最終ゲームとかで作った方がいいよな。お宝1個8000万って書いてる。なんかでも前回の時にね、これもらったアイテムは最後、金額に換算するみたいなコーナーがあんのよ。そこでもしかしたら、やる気スイッチは、役に立つのかもしんない。
今日も学校が終わりだよ。どの道か家に帰ろうかな。あ、俺ね、寄り道の好きやったん、小学生の時に。公園に立ち寄って遊んでから家に帰ることにした。マジで大原部長に似てるわ。寄り道をしただけで楽しい時間を過ごせた。僕は体力が少し上がった。そんだけかい。まずいな、これ。何もいいことない、今のところ。ダマミョ、1。レアマッキマスだ。ね、これさ、でかいデミ出す意味なくない、あんまり。なんか、最後にゴールしたら、恩恵あんねんけど、そこ以外、その、でかいデミ出す意味なくね、冷静に考えて。しかもまだオール F やし、俺、小学生時代、伸び悩んだな、偉い。こんな中学生だ。制服が決まってますね。中学生は特別な選択肢が出てくるかもしれないんじゃの。で、皆さん、ジョニーさんよろしいでしょうかね。Here we go! ちゅうことでございまして、と。さあ、あと3ターン。中学生時代短。部活動だ。うわ、勉強とか、するとな、そのな、ちゃうねん。やっぱ中学生時代とかにな、この恋愛とか青春をしとかないと大人になってからな、こじらすからな、良くないんですよ。だからもし俺が子供できたら絶対に恋愛しろっていう風に強く言おうかなと思ってる。お、お小遣い。何ももらうねん、お前。何ももらうねん。勝って兜の尾を締めようって、もう中学生が使う、ことわざちゃうわ、それ。どんな語彙力やん。今日は模試がある日だった。模試？え、中学から模試なんてあんの？たてじめじゃ中学すごいって。え、ちょっとさ、この人たちなんか、能力の伸びやばくない？絶対グレてるやん。ギャルやん。ヤンキーやん、これ。中学校でこんなガングロにして。金髪染めて。こういうやつおったね。でもこういうやつがモテない、中学校。中学時代ってヤンキーが一番モテるよな。ガチで。で、高校から徐々にその勉強できたり、スポーツできたりみたいなやつがモテ始めて、もう大学からはもう、学歴よ。学歴と金。そう。だってそんなもん。お前らデートとか行ってる。うわ、センスも上がってる。ねえ、ちょっと待って、俺何も能力ない。ちょ、じゃあ運動部行くわ。俺マジ野球選手目指すわ。大谷翔平を超える。運動部に入った。え？あ、で、こっからルーレットか。はい。6。あ、まださっきはデメも悪くないんじゃないか。ねえ、ラッキーマスレベル1、しょぼいねんって。宝探ししてみようぜ。お金とか手に入るかも。綺麗なガラスだった。危ない。ネットで欲しがった人に譲ると俺がもらえた。え、お前、ネットにどんな友達おんの？知力が上がった気がする。あ、7の目のカード。あ、でもアイテム結構でかいな。放課後になれる運動部の練習が始まった。試合中の仲間にするために、今日は発声の練習をすることになった。お前運動しろ。こいつ補欠やん。ねえ。何お前応援の技術上げてんねん。ちゃんと野球の技術上げろ。補欠やんけ。嘘やろ。遠回しに俺、運動のセンス、なんかお下げの女の子可愛いね。いいじゃん。さあ、8番。うわ。レベル2、ブログを書く時間。何ブログって。普段使っ、うわ、中学生で、ブログって、やっぱインターネット当たり前のにやる時代なんや。俺はそれこそもう引きこもってたからな、中学時代。そのやっぱ家のネットとかで2チャンネルとかやっとったけどさ。今も当たり前にちゃんと学校行ってる頃さ、ネットに入り浸る時代なんだな。あ、小さめカード。これ何のために使ってんのこれ。ルーレット目が1から5だけになった。5出ろ。あ、しょぼ、2や。これ何狙いこれ。ポイ捨てしてる人が、うわ、殺されるぞ、お前やめろ。そんないらんことせんほい。あー、よかった。いい人で、これ悪い人やったら普通に殺されてる。あのね、本当にその正義感とか言うけど、その話しかけた、注意した人が、いや、ほんまにやばい人やったらもう取り返しつかんのかのから、俺はね、タバコのポイ捨てとかを注意するのやめた方がいいと思う。子供が。それは勇気ある行動かもしれんけど、万が一考えたら、取り返しつかんからな。絶対に間違ってると思う。勇気を持った行動するのが正解みたいな風潮ほんまにやめた方がいい。何これ、モテる？え？モテる20丸、俺もそれも欲しい。ねえ、俺も中学時代からさ、もう、なんつうの、学年で一番可愛い子を片っ端から行きたい。あはん、3番。あ、でも、いいじゃん。一番いますわ、これ。レアマッキーマス来た。学校行事の一環として、休憩会会長が選ばれて、学年性別関係なくクラスごとに戦う過酷な場面となんだ。おっしゃに勝つために。おー、リーダーシップに長けてる。体力いい、来た。大きめカードも来た。これ、そろそろつ、あ、やった、モテる、ズリシュマル。今回の俺はちょっと人たち違うぞ。練習試合に行くために、遠くの会場にあった。お、試合に臨むと、いつも通り以上の軸図を発揮し、知らない会場でも結果出せた。あ、いいじゃん。おー、ちなみに俺何部に入ってんの？なんか、そこぼやかされてもな、俺野球がしたいねん。球技ってことしか分かってない。おー、なるほど、学園トラブル。何これ。出来方、涙の決勝は、見事優勝時に、うわー、ちょっと待って。あのさ、センス C なんてことあんの？この段階で。もう明らかに天才があってん。やべ。やばい。やばいって。もう勝てない、そっちの文明で、分野で。8番。
ヘアキロキノセ、やばい。数学フェスティバルって何？何それ？嘘、高校生に買ってるこいつ、中学生で。ねえ、多分偏差値32とかの高校やんな。え、待って待って、しかも、みんなモテおる。落ちろ。全国10位以内 ?300 万嘘やろ。あかん、同じ学校に通うの辛い、こいつらと。才能の差がすでに出てる。え、なにこれ全部6や。これ、もう6、ウルだったらマス意味ないやろ。学校で飼ってるウサギに餌をあげる。餌をあげるのやめるとき、ウサギちょっと見てください。ウサギ深くて、次からおやつを与えてしまった。うわぁ、ええやん。ウサギでも可愛いよな。運勢が下がる？なんで？落ちろ。落ちろ。なんでやねん。え、待って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 。あかん。すでになんか、劣等感が。待てよ。いや、でもこれね、カードは、いや、使わんでいいよ、まだ。5個まで持てるから、ストックしよう。5。お、いいんじゃない？ええぞ。ラッキーマス2。ん？いや、辞書使おう。こういうのはちゃんと。ちゃんと真面目にやろう。お、使ってた辞書が重くなったので、以前より腕が太くなった。そっちなんかや。これ、知力じゃなくて体力のイベントやったわ。アホみたい。あ、中学3年間の部活の総集大成として、全国大会出場。頼む、優勝や。なんとかベスト4やった。嘘、みんな300万やのに俺だけ100万でも D に上がったぞ。なんとか体力が。いや、でも体力面では割と、抜けてるか、他の3人よりも。これと、ね、全部8、何それ。レアマッキーマス2を狙ったのか？お、顔叩いてカツを入れた。授業しのぎてない、授業は物がそろそろ解けた。でもさ、中学の時なんてさ、居眠りなんかしなくなかった。その学校行って眠いなんて感覚になった記憶ないねんけど。うえ、金賞と思って。ねえ、俺だけも落ちこぼれ、センス D なんて。何この才能の違い。もう運動で頑張るしかないわ。あ、でも体力なんとか D や。体力はなんとか頑張ってる。勉強は終わってるけど。うわ、何この、高校の恋愛みたいな。さあ、高校時代も3段しかないですよ。うん、ん？あ、出会いを選べる。あ、お前絶対それ学校内で一番可愛い女の子や。なんか甘髪のあもなんかあやつじさんみたいな。しかももう好感度 100% なってる。絶対顔やんけ。ねえ。え？お前あんな可愛い彼女作りながら何もう早速浮気すんの？ちょ、やめてよ。俺にも残しといてください、せめて。せめて学園3位ぐらいの女の子残しといて。うわぁ、10や。にゃーれやらきますや。え、デートしてるやん。これ誰これ？あ、これ部活の子か。部活の友達みたいな感じか。うわ、何あの大阪のおばちゃんみたいな虎の1000万って何や。で、意味がわからん、これ。飛躍しすぎやろ、高校から。コンクール出すためから、何それ。作品評価まずまずは、よし、まずまずはいいぞ。でもよう見たらさ、高橋名人さ、そんな突出した能力ないねんな、オールEで。ねえ。うわぁ、みんな顔や。みんな顔。こういう、なんかちょっと、塩顔のさ、哲也。塩顔二重イケメンみたいな、色白で。一番モテんねんから、そういうやつ。で、なんか勉強も運動もそつなずこなすみたいなさ。え、みんな10出すやん。ちょ、待って。加藤の試合の頼みで留学生。あ、留学生が来たの？絶対嫌や。しかもなんか西武ライオンズのユニフォーム着てるし、こいつ。このさ、これ、1000万円ってなんやねん。おい。1000万ってなんやねんって。俺にもくれんねやろな、1000万。は？何これ。試合の代わりに運動部のみんなと飯に行った。絶対それ、なんか、ナンパやで、ナンパ。頼む。いいやつ。あ！うわ、俺ちょっと同じやつ狙いに行っていい？ちょ、ここはね、恋のライバルとして、やつを認める。が、俺もこの子がいい。頼む。ななみちゃん、取るぞ俺、ななみ。お、100%! お前誰でもええやんじゃん、男やったら。で、まあ、モテるを持ってるからね、能力のね、モテる20丸を。いや、運動部だ。いや、なんとかこの、あいつ、あのイケメンから寝取るぞ。ななみちゃんを。したら、カードそろそろ使わないともったいないんで、待て。1、2、3、7はでも微妙か。待てよ。大きめカード。使うかこれ。使おう。できれば10出したい俺も。頼む。5分の1。あー、8番。あ、でも恋愛マスじゃない？いや、違うわ。あー、レベル2か。まあ、しょぼいけど。マラソン大会。いや、これ全力出そう。うん。こう、体力が上がるイベントをとにかく。500万円？ね、所持金ってすでに600万ぐらい差ついてんねんけど。8の目出た、でも。でも結構アイテムもらえてるよな。頼む。優勝。知らない課長にも結果出した。あ、いいじゃん。体力はしっかり上がってくぜ。いや、まず体力ゲージマックスしようぜ。うん。アートメイジャーはどんな人が好みなんや？うわー。なんかでも金持ちの息子。ほら、やっぱミッチーはちょっとハードル高いんちゃう？星4やね、星4。ねえ、ちょっとお前、ビジュアルは、
そうでもないんやからな、身の程わきまえろよ。やっぱ可愛らしい顔してるけどな。ちょっとこう身の丈に合ったとこ行かないと。お、ちゃんと守ってる約束偉いこいつ。え、なんか怒られてる。まあ、なんや、理不尽なもんや、ほんまに。お、大騎士になってるやん。作品作り、こいつな、センスあるからな。やめろ。よし。あ、お金なかった、あいつだけ。ね、このお金もらえるって何だったん？うわぁ、キュー。あ、またなんか言いますよ、これ。ねえ、お前だけずっこい、そのさっきからやらきます言って。潰れろ。いや、もうそんなせんで、潰せ。このイベントさっきもあった。どんだけ潰れかかって。え？この2500万って、お前絶対さ、高校の部費とかを横領してるやろ。なんなんその1000万って。500万ねえ、もうその辺のリーマンよりも貯金あるやん。3000万。意味がわからない。お前ら仲良し講師かよ。そのレアラッキーマス連発やめろよ。トントンメジュー、国の代表。何国の代表って。100カ国のうちの10位入った。もちろん志望大学に A 判定合格率90%。もうこいつの人生を眺めるのやめよう。もうあかん、この自信失う、自己肯定感下がるわ。こんな奴は身近におったらなるべくその避けて通ろう。うわ、4番もうしょぼ、もうデベがしょぼい。さっきから何これ、大食い大会。いや、先生なら体力増やしたいからな。水を飲んでしまうとそれだけのすぐのお腹がいっぱいになっちゃう。水を飲むの我慢したら足りるように食べることができた。脱水になるやん。500万円。センスが。あ、やべえ、カードいっぱいになっちゃった。うわー、どうしよう。小さめカードの使い道よくわからんから捨てよう。頼む、インターハイ。優勝。なあ、なんとか別という、所詮は。ちょっと待って、俺センスないんちゃうかな。ねえ。いや、しかも待てや。どんだけカードくんねん、これ使わんともったいないわ。俺、野球選手になれるんかな。いや、ラッキーマスや。なんとか、彼女にするぞ、あいつを。なんか、恋愛マス止めたくない？1000万。ちょっと待って、センス上がりすぎ。こちら、特別金賞。もう大学とか行かんねえやん、ここまで来たら。何こいつら。もう何し高校生と思えないねんけど。ちょっとせめて恋愛面で勝つぞ。恋愛面で勝ちたい。なんか、ハードマークとか、やべ。やばい。まず、映画を見まくるいてる。さつきさんという名前らしい。お前、ななみちゃんは？これ、同じ、文学部の子ちゃうの？これ違う？嘘！もう決める？福岡でも浪人しようやって。もう浪人なんかしても70%の人はあれやで。現役時代がそれ以下の先生になんねんで。落ちろ！頼む、落ちてくれ！うわ、マジか。なんでいい判定やのにいけんねん、お前。おかしいやろ。2、オッケー。ざまみろ。マイナスマスや。やります。食べるだけで頭も良くなると噂のチョコ。危な。いや、そんなお前、食ったらあかんよ。100万円ってそこそこのお前、悪徳ビジネスに引っかかってるやん。俺、就職しよっかな、次。もう高卒で、プロ野球選手になるわ。大谷みたいに。そういうのできんのかな？じゃあ、ちょっとこれカードもったいないから、待って。4、これね、レアラッキーマス行こう。8の目カードで。使います。超レアラッキーマス行くわ。はい。オッケー。で、学校の一環として体育祭が出されると。はい。自分のクラスが優勝した。やん。1000万来た！どういう高校やねん、それ。優勝賞金1000万？その辺の e スポーツよりももらえるやん。3面の目のカード来た。お、来た。頼む。いや、でもね、俺ね、就職でいいと思う。あえて。就職っていうか、プロ野球選手は無理なの。まあいいよ、こっから頑張ろう。高校社会人卒ってのあるから。2年後のドラフトに引っかかるのをちょっと目指そう。お金かかりすぎちゃう。まあまあ言ったけど利益が出来なかった。高校生のがやってるビジネスちゃうって。何これ、デザイナーとか雇ってもうゲーム作ってんのこいつ。落ちろ、お前は落ちろ、お前落ちとけ、落ちてくれ、頼む。もうなんなおもんな、みんな結局受かるやん。みんな結局受かんねん大学。子供ちゃんこれで終わりだね。才能生かしてビッグになりましたか。子供専用カード大人の消える。あれ、モテるゲージとか、もうモテるカードとかって子供専用だったかな。どうしよう、ななみちゃん被ってんねんな。いやでも、やっぱななみちゃんみたいな女の子は、新社会人、正直1億持ってんの？なんで俺1億なんか持ってるん？どういうことこれ。大人時代や。社会人時代や。まあ、みんな大学生やけど。おー、人生の本番始まるで。そう、ここまでは結局序曲よ。そう。
これまで落ちこぼれた人間でも社会人の大人になってからなんぼでも巻き返しは効くんや。15ターンもあるからな。さあ行くぞ。小さい目カード。あー、これは何狙いだ。レアラッキーマス狙いか。3、あ、ヒヤリマスや。はいざまー。はい、金銭もしない。猫ちゃんがいたやって。おー、いいやん。先輩からってさっきからなんか同じ顔やねんけど、別人なの？あの女の子。これカード毎回使っていこうか。ねえ、右上のドクロマークめちゃくちゃ怖いやんけど、何？あのドクロマーク何あれ？怖い。誰か止まらへんかな？サークルを体験しましょう。うわ、あかん。あ、そう、そう、クイズ研究会とかそういうなんかちょっと文芸的なサークル入るもん。お前テニサーとか、ね。そういうの言ったらあかん。100% なんか合コンとかで飲み会でその変な飲まされて、な、持って帰られんねんから。おい、あ、野球選手になる！頼む！お、プロチームのスカートが来てる大事な試合。絶対に活躍してプロになるぞ。頼む！え、なんか、一番下やばいのある。頼む。二軍か。まあでも二軍でも全然、こっからまあ、めきめき頭角を現せばいい。そう。最近は育成選手からでもな、もうメジャー行く選手いるから。したら、まあでもどのルーレット回しても一緒か、これやったら。8番、あ、でかいじゃん。割といいぞ。レベル2やな、これ。オッケー。ラッキーマス、レベル2。校長ともに、特別選手だ。何力を入れこう。あー、相手の分析。いや、そういうね、IT 野球とかじゃなくて、まず上戸で。まず、やっぱ上、大谷も言ってたけど、そう、ホームラン打てる選手になりたい。上戸や。うおー、体力 C! こんだけ頑張った C なんだ。まあでもいいね。野球選手になって、大谷みたいに10年、1000億の契約貸しとるんや、俺は。で、親にな、でっかい家建てたって、で、母校に恩返しすんねん。カードゲーマーなんだ。なんだろう、シャドーバースかポケモンカードかな。カードゲームって奥が深いなぁ。お、すげえ。カリスマ20丸って何？え、何カリスマって？俺も欲しい。この小さい目カードよう使うよな、この人。なんでなん？ドクロマス避けようとしてんのかな。ねえ、お前いつもその子と一緒にいるね。今のうちにいろんな体験をしよう。インターンシップ。大学時代は俺もインターンシップ行った、中国とか。うん、実務経験を積ましてもらった。みんなもう3000万高校時代稼いでるやつがさ、その普通の会社の実務経験なんか必要なんかな。大きめカード使った。6から10になったやって。10番。うわぁ、引きがいいな、みんなな。脳筋力学習？理系か、こいつ。うわぁ、どうしよう。これさ、カードバンバン使っていくか？あのショップって何あれ？7の目カード。うわぁ、これどうすっかな。恋愛マスに止まることもできる、ちなみに。ちょっと今のうちから足場固めとくか？ 7 のカードで恋愛マス行こうぜ。もうこれ7の目カード使った。レルメットの目が全部7になった。さあ、ラッキーセブンだ。で、あれ？何これ？ランクアップチャレンジ。1軍監督が試合見に来てる。頼む。逆転チャンスの座席が待ってきた。ここで活躍する上に行けるかも。ホームラン。もうそれでもチャンスで三振することなんてようあるやん。ひどい。オーバーボーナス ×4。まあでも二軍選手の、ごめん、そっか、しかもカード使った意味なかったんだ。もう、じゃあ言ってくれよ。強制的に止まるんか、あれ。ねえ、それわからんかった。外れろ。うわ、なんでやねん、お前。お前、マジでセンスで人生どうにかしてきたタイプの人間よな。何これ？ぐるぐるシャッフル。うわ、なんか変な、マリオパーティーみたいな要素来たぞ。何シャッフルって。シャッフルって何？怖い。なんか、勝手に勝ち負け決まった。能力を吸収できるんや。それええやん。もう全員から全ての能力、センスだもん何だもん全部奴隷にするわ。知性もセンスもこいつから奪い去る。5-0。うわぁ。ドクロマス何が起きるかちょっと見てみたいんやけどな。今季も終わり、遊びに行こう。科学技術館。すげえ。さすが理系。地球は青かった。そら地球は青いよ。なんかでも、YouTube にさ、ドローンかなんか飛ばしてさ、大気圏外になんか、スマホ飛ばして地球が悪いことを証明してる動画あったけど、それぐらいのことしてみえよ、お前。なんで俺、いつの間に俺豪華参加してんの、これ。何この個性溢れる合コンメンバー。え？ざま。あれミッチーって。あれ高校の時のあいつはミッチーってな。で、これってどっち行くか決めんのか。このね、カードはどっちも。いや、これ普通にルーレット回すべきかも。出世大事に出世のために。いや、ごめん。そしたら上行こう。一旦。もう最悪。クソマス止まってもうと危ない。相手ピッチャーの速球を攻撃された。え？最悪。腰に直撃。腰って別に大丈夫な部分やんじゃん。腰を痛めてしまった。で、その頭部支球とか、その肘とかやったら、腰は一番安全やろ。デッドボールで。
腰って危ないんや。キュウジとユギン、そうそこにかけようか。資格の学校、すげえなこいつら。大学行きながら資格勉強してな。でも就職試験の時にあるもんな、所持資格みたいな書く欄が。あ、来た来た、よし、なんかもうとんでもないトラブル巻き込まれろ。出席カードだけ普段やらないのに今日にかけて転校へ。あ、ざま、あ、え、そんだけ、その友達が悪いだけで何もしてないやん。ちょっとかわいそうやったな今のな。友達がゴミなだけやれ。でもよくおったわ、なんか出席カードで出席する授業の時にこうピッて押すだけ押してこう変えるみたいな。友達に出席だけお願いしてなんかバイト行くやつ。でそういう時に限ってこう転校で出席取るやっていうパターンやった時に出席の扱いならんっていうな。2、4、5、まあこれも普通に、あ待てよ、これごめん、5の目行くわ、5の目行きます。で超ラッキーマス止まるぞ。よし、これで OK だ。ドクスポーツ特典の通りリハビリ受けたとかとで、おー、怪我を治すことができた。体力がすごく上がった。怪我カードは1枚消え去った。よかった。本当はいいことが起きるはずなのに。ファンカード1枚出ねえだ。こいつのファンでどういうこと ?9。うわ、おっしょ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 、いいぞいいぞいいぞ。落ちろ。ミスれ。人生全力しろ。さ、料理研究にハマってしまった。なんで？センスもえ、S レインボーなんや。ねえ、S なってんねんけど。あ、卒業しとった。会社になるんや。社長になってみせる。野心長いね。7番。しょうもない、しょうもないイベント起きろ。しょうもないの起きろ。英会セミナー。うわ、うわ、なんやの金髪の変なメガネは。あ、もうこのターンで卒業ないみんな。俺一人先に、医者？お前こんなギャルみたいな医者に体預けたくないんやけど。うわ、しかももう、男あさりに行ってる早速。うわ、恋愛の季節がやってきた。やって。連絡をする。ああ、やっぱビーチ狙いや。でも、え？ミッチーってさ、あいつが狙っとった男じゃなかったっけ？こいつ昭和の女やな。300万。うわ、100万なってる。え？次のデートの約束した。うわ、最高。でもさ、やっぱデートした後に次のデート確約できると安心感あるよな。終わった後に、じゃあ次いつ会えるんかな？ LINE とかしていいんかな？予定とか聞いていいんかなってうじうじするのなくなるもんね。一番いいのよ。もう次のデート約束するっていう。ほぼ脈ありやか、そういうの。ルート回します。ねえ、もうクソみたいなデメ出すな、言うてんねん、お前。バッティング練習がしたい。そう。はい、そう、速球を狙ったところにそう打つ。そのショートの頭を超えるようなね、森友哉みたいにショートの頭を超えるイメージでな。ね、イメージ通りの打球を打つ練習すんのよ。それが大事なんやねんか、バッティングは。政治家なんの？お前、嘘やろ？そのセンスを生かしてなんかこう、漫画家とかさ、なんかでも秘書が議員になれなかった人がやる職業みたいなイメージつけてて、なんかちょっと違うよね。別に秘書でなりたくてなる人もいるよね。なんかお、いいぞ。おお、ほら俺のサインボールやるよてめえに。モコのサインボール手に入れた。これがでも俺が有名になればなるほどこの価値が上がっちゃうからな。まあでもいいよ、有名になってる。大谷のような営業回り、こいつ結構地道にやってるな。ちゃんと社会人してるやん。なんか多分突出した能力ないもんね。政治家になると思わなかった。デートカード、何デートカードって。あ、デートできるんか。もう身を固めたんや。嘘でしょ。え、ミッチーは振られろ。いやもう成功確約。何これ、人の男を寝とった上に違う男と結婚しとったこいつ。とんでもない悪女や。いらん、500万でいい。うわー、いっす。いやでも5000万とか、あんなん払えんね、5000万言われたら。ねえ、なんでお前人の結婚に1500万払うもん。どんな結婚式やってんねん、お前。どんなスタジオ借りたら1500万消費せなあかんの。9、いいぞ。これはぐるっと一周するか。は？うわー、お祭り逆転。これ逆転マス行ってみる？運命の恋と逆転チャンスやって。ね、逆転行こう。で、400。あ、なるほど。マス目を超えた分はお金になるのか。どうや、これ。あ、いいんちゃう？ 7 番。お前ら仲良しやな。マジで。たてしめじの会社が、お？買う？嘘。株買わしてる、こいつ、同級生に。
まあ、1万円だったら良心的か。立石名人社の株でもこの株がとんでもない価値に膨れ上がることあるからな。だって YouTuber 事務所のウームなんてな、最初の頃に入っとったやつなんかもう動画上げんでも生きていけるぐらい株で稼いでると言うもんな。そら株は夢あるよ。あ、夢あるけど、そんなギャンブルに身を任せた人生どうや。俺はやっぱり実力で巨万の富が得たいぞ。5057か。サイコロ運いいよな、本当に。研修、カルテをよく読む。えらい、結構真面目、見た目に言わず。先輩医師に褒められたやって。もうなんか、野球選手として大成することを諦めて、右の、もう、なんつーの、もう、女食いまくりルートに行こうか悩んだけど、いやでも俺はやっぱり野球選手と対戦したい。違う。まだ二軍選手に恋愛は早い。まずはしっかり自分の仕事を頑張ってからだ。1、もう何このクソみてえなデメはよ。何ラッキーマスレベル1って。神社3番来たぞ。ね、なんかヤンキーいる。お前、私服それな、マジで。終わってるやろ、野球選手の私服これって。なんだか怖そうな奴がいる。いや、お前でも大丈夫や。え、やべ、絡まれてる。来るか？おーい。え？なんだ、友達を呼んでただけか。ねえ、お前、でも一応野球選手でガタええねんから、そんなチンピラとかにビビらんとってくれ。なんか、げんなりするわ。所持金はでも俺一番多いんじゃない今のところ。あの、結婚したやつを覗いたら。すごいです。どうだ？街頭演説。あ、失敗しよう。ミスれ。うわ、なにこの、熱心な話を聞いてくれる学生もいた。こいつでも多分議員になること諦めてないやろな。そのお前、政治力で、日本を変えようとしてんねやろ。そうはいかんぞ。8番。ああ、いいマスだね。これなんか神社の先輩ばっかなんこれ。頭が良くなりやたいって。こいつもう十分頭ええよな。頭がスッキリ気分になった。変なもん吸わされたんちゃうとこれ多分。あ、なんかさっきは画面が、なんか、目まぐるしく入れ替わるね。もうみんな行かないんだ。キューブマスだ。ランクアップイベント。能力上昇したやって。ええー、もう、A になってるやん。給料900万アップ。あ、そっか、こいつ結婚してるから金その分増えんねや。うわぁ、これ結婚するのも大事やもんなぁ、これ最初。3の目カード使います。はい。これでも確実に、一番いい電話を射止めよう。どうだ。いけるぞ、これ。レアラッキーマス。これでかいんちゃう？これパワースポットとマスの神社だ。力をもらって帰るぞ。なにこれ。嘘。変な、子供のお化け来た。え、なんかでもめっちゃ上がった。ただ野球選手としての能力は別に一向に上がらない。何の意味があるんやろ。何のためにここ来たんやろ。ねえ、こんなところで時間過ごしてる暇あんの俺。一軍にすら上がってないのに。このランクアップチャレンジを踏まないとあかんのかな。うわ、落ちろ。うわー、さすがにか。これ運が悪かったらマジ落選するよな、これ。10%引いて。なるほどね。青戸名人もまあ、徐々にキャリアアップしてるわけか。給料倍になるんや、秘書から。え？途中で中間結果、どうだ。あ、でも俺、え？俺結構金持ってるやん。家を買う。ああ、ショップマス買えんの。大人時代もう謎なら段しかないぞ。4番。4番は、あ、冷やります。じゃあ違うわ。普通のマスか。なんかこっち来る旨味あんまないな。お、すげえ政治の話してる。サツキの立石名人の好感度がなった。あ、今日相手もとっても楽しみだ。デートの約束した。だって、え、俺もそろそろじゃあ斜めに告白しようかな。告っていい俺も斜めに。なんかでももうちょいええ女に、なんか野球選手になればアナウンサーとかと結婚したいやんか。なんだ、正確な診断のために病気を特定することができた。おお、よかったね。その、やっぱ病院行ってさ、なんか病名とかはっきりせんまま変な治療を受けて、もう手遅れになることあるからな。セカンドオピニオンとか大事だからな。2は全然進まない。どうしようみんななんか、なんでお前ら祭り行ってんねん。嘘やろ。え、どういう関係これ。ただの友達やんな。人生について語り合う。うわ、どうしよう、食い歩く。まあ、ちょ、語り明かそうか。まあ、お互い職域が違いすぎるからこそこう、ザックバルに話せるかもね。人生とは選択の連続である。そう、選択を間違えた男もいるから、世の中には。間違えることもまたまた人生だ。二人で話しながら楽しく過ごした。まあでも実際ほんまにそうやからな。人生イコール選択やから。人材政策カードって何？学力強化政策やって。もう自分の学力上げたいだけやん、それ。うわ、知力 S。知力 S、やばいな。なるほど。お金持ちの友達、お前すぐやった条件になったみたい。お礼をもらっちゃった。パパ活してる。ま、お前待て、これは、スキャンダルですよ、これ。地方議員がパパ活してます。ねえ、2000万もらってる飯行っただけで。これはちょっと俺ネットに晒すわ。垂れ込むわ、ネットの暴露系 YouTuber に。あ！あ！ちょっと待って！
あ、ナナミ、じゃあそいつは俺の狙ってる女や。あかん、ダメダメ、ナナミさん、いや、あ、もう終わった。え、こいつ結局ナナミ生きよった。え、最悪や、やめて、500万でいい。ナナミ取られた。え、終わってる。しかも1000万徴収された。研究熱心20万で何か。遅かった、遅かったんや。それがでもさ、いや恋愛の方言っとったら絶対先にプロポーズできてたけど、何5400万って。何したこいつ。野球上手くなるためにや来たのにさ、なんも意味ないんやけど。おみくじです。あ、おみくじマス来た。こんにちは。ミニゲームしました。あと外れりゃ激ヤバやって。うわー、これ一応聞いとくか。いやだから俺にナナミをプレゼントや。それ引くわ。あー、ごめん、2回も聞いてもた。もうここに。なんでやねん。いや、クソつまる。もら、もう、でもいいよ、知力なんて。いらんし。いらん、いらん、野球選手の知力なんかいらんねん。めっちゃドレインされたわ。最悪や。こいつ俺の脳みそから知識吸い上げた。ナナミを奪っただけじゃなく、脳みそも吸収された。許せやん。オフシーズンハワイで合宿だ。ハワイ、普通二軍選手はその、なんか地元の子、なんか、母校とかで自主練するやん。何ハワイ行ってんねん、お前、二軍選手が。どっからそので金湧いて出てきてんねん、お前。一玉見ろ。あ、でも、いや、一はいいんだ。いい引きしてんね。政治の食事会だって。いや、それ、賄賂かなんかよな。めちゃくちゃ汚い金やん、絶対。裏金問題になるやつやん、これ。何し政治家の1億って食事で。あかんお金やん、これ。え、なんか、え、ちょっと待って、青戸名人、地味に体力も D やねんけど。何の金で、お前、国民の年、お前、税金から、うわぁ、2000万いってる。いや、これまずいよ、みんな。頼む。俺に、もこうに、もこうに。もう、もこう。うわぁ。立石名人。で、でも S、もう、乾燥してるから意味なかったな。単純に、不センスは、ふわふわだ。これどうやって逆転すんねん、俺。逆転しなきゃ、どうにかして。一軍選手ならな。一軍ならなあかん。やめろ。最近カードも全然もらえへんで。激しょぼや。まあ、でもどうせストップやけど。ここで一軍なるかな、しかないな。お願い。ホームラン。ホームラン打った、逆転。逆転、サヨナラ、満塁、ホームラン、代打北川、これ以上出来事はない大阪ドーム、北川で中村が走った、北川で迎えた、しっかりと踏め、しっかりと踏めよ、ちゃんと踏めよ、ホームイン、今年の近鉄何が起きました、3点ビバイノから神がかり、決勝の流れをしっかり読んでいました、梨田監督、北川起用。よし、一軍選手や。まあでも年齢的にはさ、まだ20そこらでしょ。高卒で野球選手になってるし。え、何一着ボーナスって。大事な休日だ。買い物に借金すれば。就職？え、何その選択肢の幅は。あ、買い物行くんだ。なんか、こっから配信者となったら思うかったのに。うわ！え、9000万の家買ってる。何十場所建ててんの？しかも邪魔や、あんなとこなったら家。すごいです。うわ、攻撃に反応しとる。うわ、でもこいつでも、うわ、なんか、ドヤ顔してるわ。でも、口喧嘩強そうやもんな、こいつ。よし、まあ、でも、やっと一軍選手になったぞ。ランクアップイベント、お前、出世すんな。課長に出世すんな、すんな、すんな、すんな。あ、なるほどね。会社員はもう確定で出世できるには、その、ルーレットが必要ないんか。その、給料がちょっと他のより低い分。うわ、そっか、しかもこいつ、ナナミと結婚しとるから、その分。しかも、ナナミとそんなに収入変わらんし、何、年収600万ってす、ちゃんとキャリアウーマンや。みんな買い物行くな。まあみんなそう、家買うよな。6000万の家買っとる。うわ、しかもな、マンションそのものを作ってない？マンションの一室を買ったやんな。
マンションそのもの買ったように見えてんけど。うわぁ、待てよ。待て待て、もうみんな結婚しとるから収入がその分増えてて。どっち行くか。俺そろそろ結婚しようかな。いや、これ右行った方が多分ええわ。いや、でもナイス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 。一番いいやつこれ。レアラッキー。古物商が、開閉デザインをやってるだって。昔のもって趣あるよね。このお茶碗かわいい。あれないようにくるんでくれた髪も苦しで、なんか抜群でも閉店しちゃうのか。名画。え？幻の名画。え？何この浮世絵。え？これ、とんでもないの、ゲットしたんじゃん、これ。ただ、その新作じゃないとあかんけどな。贋作やったら、ただのパチモンやけど。こっち、うわぁ、マジか、こっつ。国会議員ってことは、国会の中継乗るぐらいの立場ってことじゃないの。国会議員になりよった。ね、給料4000万。こいつの日もなって生きていこうかな、もう。3。いや、ちょっとさ、もう先に俺結婚してもうみんなに固めた方がええわ。売上の命の書、あれ、なるほど。宣伝にもっと今を取り込めた。いや、バランスよく上がってるね。俺、未だに体力 B とかやねんけど、野球選手の割には、そんなにない。あ、婚活始めたか、ついにお前も。ちゃうわ。うちはこいつも結婚してるんや。あ、こいつも結婚してるよな。あ、違う。次、子供産むんや。いや、これね、子供が年収 1億とかなるから、産むんやったら早めに産むのがいいねん、これ絶対。頼む、2。7、7は、ナイス、ハートモス。どうしよう、出会い求める。これどうする、連絡するでいいか。誰とも知り合ってなかったやって。嘘、俺、出会い求めて、子供とおじいちゃん、おばあちゃんしかいない。あ、でも、よく見たらお姉さんいる。なんか、OL みたいな。アスカさん、フリーランス星1か。二人で一緒に、目の前で楽しんだ。いや、ちょっと待って、まだ出会い探したい。もうちょい。もうちょい、もうちょい、もうちょい行こう。嘘、もうちょい、もうちょい、なんか、ゆりさん、サッカー2部、あ、でも、同じサッカー選手やったらええかもな。理解し合えそう。ただもう一息言っていい？なんか、めっちゃ可愛いアイドル来い。来い。前世での嫁です。前世の嫁。いや、待てよ。もう一息。もう一息行かしてくれ。いや、顔は好みやねんけど。なんだ。いやー、うっそ！いやー、サッカー選手にしとくべきやったか。いや、欲張った。あかん、もう今季逃しつつある俺。どうしよう。一生一人見やん、こんなん。一生一人見ちゃうの。いや、もうここまで来たらもう妥協できない。こうやって年取っていくんや、みんな。もう出会った異性よりもいい人を探そうってなって、選択肢がどんどん狭まっていって、まずい。まずいぞ、みんな。みんな1億とか持ってんねん、もう。うわぁ。どうしよっかな。もうちょい、でも、婚活するか。でも、婚活に結構ターン使うねんな。何、事務会員カードって。あ、なんか買い物？美術館カード？あ、センスが上がるやって。センスが上がるとかのさ、意味がわからないねんな。どういう恩恵があんの？カードも大して持ってない。1。2。え？あ、ぴったりボーナスでも2000万でかい、これは。転職はしない。何をしようかなーって思うのさ、口調が女の子やねん。2億。子供を99人前育て。ねえ、99人生まれることあんの？これ、この人生ゲームって。まあもう、家買っとこう、これ、とりあえず。物件は絶対こうだ方がいいはずや。何がいいことがある、絶対。いや、ちっさ。思ったよりちっちゃ。マジか。倉庫みたいに作っちゃった。3000万で。まあでもええよ。ここで、いつかな、マイホームしてな。嫁さんゲットして子供産んでな。で、リフォームしてでかくしていくんや。何これ、データに基づき、立案した法律案に穴がある。うわぁ、知力もバンバン上げてってる。あのさ、光ってる塔なんなんあれ。くっそ。結婚は絶対するぞ、結婚は。まず。そのためには、恋愛まで止まらなあかんねんな。それがなかなかに難しい。メゾン。あ、メゾンってアパートやん。俺も昔住んどったアパートの名前メゾン前田やったわ。メゾン前田2。地獄の特訓。おぉ、いいね。何に生かされんのそれ。まあでも言うてね、会社員の人とは言えば体力必要やからな。何するにしろ、どんな仕事でも体力必要や、絶対に。パ
おまさかな、まあ、体力ないと。ちょっとだから俺も野球選手としてな、もっと鍛えなあかん。肉体を。肉体カードに励まないと。でも結婚もしないと。嫁さんもこしらないと。子供も作らんと。7番。うわー、給料日だ。やばいな。やばいぞ、こいつ。すごいぞ、給料。ランクアップ。4500万、一人前の医師。あのさ、もう、哲也さん仕事辞めていいと思いますよ、もう。嫁の収入だけで十分や。あの、専業主婦になった方がいい。男版の。ねえ、なんでそんなことすんねんって。え？うまく避けられるか？ちょ、避けて。え、これ、やばい。もう、シャレならん、それ、普通に。この、内野と外野がこう、フライをこう、取って交錯するみたいな大怪我するのあんねんから。これ、選手生命に関わんねんから。最悪や。これ野球選手やめた方がいいんかな、俺もしかして。え？え？なんかでも俺一番金持ってるってことになってる。なんで？え、なんで？相手ももしかして。え、俺一番金持ってるやん。え、もしかしてあの怪獣がとんでもない価値つくんちゃう、実は。うわぁ、ナナミの職業がなんか。このままじゃ俺独身貴族を突っ走ることになる。え、怪獣いくらなのあれ。みんなでやばいの思うぞ。うおぉ。いやー、やばい、みんな結婚組が覚醒し始めてる。10。やめろ、やめろ、やめろ。治療した人が王族だった。ねえ、1億円あげるって言われてもさすがに断れ。普通断るやろうが。何お前、わびれもなく受け取ってんの、おかしいわ。お宝2個で2億6千万になってる。もうお宝ハンターなろうかな、野球やめて。これ5ってめっちゃ微妙なんじゃん、これ。いやー、ごめん、俺家族行くわ。ここちょっと待って、逆転狙う。おい、きにこの田舎に旅行に行こう。よし、田舎に行こうよ。何このなんかすごい殺風景な田舎。こんなとこ来て大丈夫なんか怪我してんのに。まあでもな、このゲームの目的をちょっと改めて考えよう。野球選手として大切なことじゃない。最終的にお金を持ったやつが勝ちやね。おいいぞ。いや、全然良くない。あ、封筒に入った札束とラッキー2000。これ札束じゃなくてキャリーケースに入ってる額や。2700万は。なんでそんな生息に隠しとったの。やばいって、あの議員さん。え、独立しよったねえ。いや、やばいぞこれ。過去のカルテで勉強。うわー、オーバーボーナスで、こんなとこ来てんの俺だけやん。2、やった、恋愛。違う。あ、レア、スーパーレアラッキーか。病気英雄と書かれたそれを、アタミハンスを作ってると、あっという間怪我なかった。え？そんなに治んの怪我って。体力上来た。いい。明らかにテンポロスしてる俺だけ。ねえ、怪我治るだけって落ちろ。うわぁ、もうちょいで落ちとったのに、くそ。落ちてくれよ。あと13段しかない。 10？ これさ、工作されてるぜ。テレビ自社 CM 流すのやった。2億。あのな、そんな簡単にいくか、お前。ちょっと得したからって。人生舐めてるわこのゲーム。何それ、リモコン。運命の、うわ、こいつ子供作りよる。聖地巡礼で何。うわ、何その、なんかちょっと映画で出てきたところ行ってみようみたいな甘酸っぱいやつ。あ、やばい。気持ちが手に届く。あ、赤ちゃんできちゃった。お母さんの血強。生まれた瞬間金髪。あ、てか、あれ、お母さんあれ染めてるわけじゃなかったんだ。地毛だったんだ、あの金髪って。嘘でしょ。ちょっとあれかな、絵画の血流れてんのかな。あ、でもよかった、500万やった。いや、でもまだ俺には宝物がある。多分恋愛ます。ねえ、もう6とか出したら意味なくない、ここで。もう、恋愛行きたいのに。は？パワーって何？いや、もう今さ、治療かかってもこれ意味ないんじゃん。俺、恋愛止まりたいね。恋愛いますに。すごいです。ねえ。よーし、ざまあ見ろ。くすぐっとけ、そうやって。いやー、ずるーい、それ。どうやってまくんねん、これ。あ、そっか。
うわぁ、お前さ、隣の家の日当たりとか考えろや。トラブルで失い、家失い、家失い。よし、様見ろ。あ、やった。え、こいつ、やった。会社に退職になった。え、やった。じゃあ家売れや、お前。んな、お前。無職が、あんな家持ってたあかんねん。これチャンスあるんちゃうか。怖っ。人生ゲーム結構怖いな。仕事失うな、急に。よし、今のうちに立ち抜くと。5、1、2、3、4、5。あ、来たー。運命のアトマスだ。誰誘ってんのこれ。誰、たまたま、何やったっけ、姫さん。あ、姫さん、大好きになった。100% 来た。え、オールスター選手や。おい、おい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 。多分俺よりも売れてる、こいつ。結婚しよう。これ逆転あるかも。しかも野球選手や、これ。多分。よかった。あそこで渚で妥協せんでよかった。俺は間違ってなかったんだ。選択を間違えなかった男だ。もう次のターン速攻告白でいいよね。で、即日子供産むわ、もう。てかもう、出来婚しよう、出来婚。俺、出来ちゃった結婚でええと思うのよ。だってさ、やっぱ結婚するのって結構覚悟がいるやんか。ずる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 いっちゃうわけよ。ただ、子供さえ作っちゃえばもう、結婚、以外の選択肢ないからね。ええと思う。出来婚しよう。うん。あ、こいつら、こいつらも、子供、作るぞ。はい、作るぞ。あー、俺のナナミが、俺のナナミが違う男の子を産みよった。ああ、ちゃんと黒髪で。なんか、どっちも遺伝してそう。どっちにともつかないような。500万 OK。まず、俺には結婚祝いと出産祝いがあるからな。くれてやるよ、500万ぐらい。3000万しかない。ねえ、なんか俺だけ桁が2個ぐらい足りんねんけど。これ次のターン即結婚でいいよな。うわ、こいつもクソ高いマンション買えそう。ほら、行った。タワマン買いよった。タワマンが2億で買えるか。家ぶっ壊してなんかもう1個建てよったこいつ。やるじゃない。もったいないよな。でも元々持ってたの家。よし、しょうもないイベントやった。は？もう減らさせ送りとかええねんて。もうな、何6000万円って。お前それ汚い金やろ。マネーロンダリングしたやつちゃうのそれ。行くぞみんな。俺は、もうこの瞬間に連絡をする。姫さん、プロポーズします。お願いします。僕と、景色が綺麗ですね。あかん、ちょっと緊張してね。ちょっと、もうでも、ここの、せっかく来てもらってくれてんねんから、もうここ逃したら、あかん、俺男になるやん。姫さん、結婚してください。よし。はい、喜んで、よかった。デート1回しかしてないのに。あって2回目で結婚。きたー、俺にも。いや、でもしかもこの姫さんめっちゃええんちゃうの。頼む、10引きたい。10! あー、まあでもまあ全然 OK。3000万ずつドレインはいいよ。いや、結構いいんちゃうこれ。お、立石名人お前落ちぶれたな。これちょっとなんか逆転の目見えてきたな。ちょっと。まくれるぞ。講演会で用意した講演会が聞こえだった3700万。まあ、怪しいことしてるな、こいつら、ほんまに。待っとけよ。俺は、少年たちの夢をな、乗せて、野球選手は大成する。姫と一緒にな。あ、給料日や。でも、こいつあれやろ、会社もないから、ね。お、仕事がないことを。おー、ざまみろ。新人俳優。どんな波乱バージョン。おい、嫁にお前3倍差つけられたよ、年収で。まあでも俳優として大切するかもしれんもんな。侮れない、なかなか。ちょっと俺も早く給料日行きたい。嫁の収入がどんなもんか見たい。手術、え、成功率 99.9%。 逆にその残りの 0.1% はいつやったん。残りの 0.1% で失敗したらかわいそうやな。あ、すごい、DC レベル4になった。うわぁ、哲也も、普通に1200万ってすごい。こい。え？あ、でもこれさ、もうここで子供作っちゃおうぜ。お化け屋敷、いや、これお金投資しよう、こういう時。大成功。よっしゃ、オッケー。これ、子供作れるんちゃうか。いける、多分子供いける。子供いけ。よっしゃ、来たー。はいー。おー、姫さん。でも男の子かな、これ。姫さんの髪色をまん丸遺伝してる。よかった、でも髪の毛ささで。頼むぞ。おい、10。いや、でも1000万ずつ、オッケー、いいよ。そらお前、プロスポーツ選手同士の子供やからな。
子供ももや立派な一流先生に育て上げるぞ。ちょっと隼人が給料日行きたいね。なんかだいぶ逆転の目見えてきた。で、依然として独身なのがとこいつだけ、アウトメージだけ。なんかでも独身なの楽しんでる雰囲気あるもんな、こいつな。ルーレットって何？使うとルーレット、好きなデメ出せるってやつか。でもこのゲームにおいてさ、特定のデメに行くってことそんなにメリットじゃない気がすんないけど。いやでもよかった、修行中に結婚子供まで行けたらよかったわ。だいぶちょっとテンポロスあったけどな。いい嫁さんに巡り合えたし。法に目を通す。は？何？ミスがあったらこのままじゃ大変じゃ。いや、ちょっと危なっかしいわ。やめろ、お前。なあ、それさ、俺の家にもヘクソクリないかな。どっちにいたの？え、家族とのんびりすんの？なんで？あ、ちゃうわ。子供二人目作るとしてる、これ多分。多分これ子供、うわ、これ二人目行くんや、多分。うわぁ、お盛ん。うわ、なんか腹違いの子供生まれろって思ったけど違ったか。重くそ髪の毛金髪の子生まれたら、なあ、おもろかったのに。やめろ、もう、なんで1000万燃えて、もう、俺も子供産んだろ、もう一人。もう一人産んだろ、子供。俺もなんか結構見れる数字になってきたね、1億万。で、しかもお宝持ってるからな。言うても。9。お、ハートマスじゃん。こいつも二人目か、こしらえんのか。あ、これに、丸やったら、子供作れないんちゃう？丸やったら、ギリ無理じゃない、これ。どう？なんや、もう意味ないやんじゃ。もう、ポンポン子供産みよる、こいつら。もう髪の毛、なんか変な色のやつ生まれろ。あー、でも、うん、ちゃんと、両親の、特色遺伝してる。純正の子供や。もう、お前ら子供産むたびに金減ってくんじゃ、もう産まんねえや、もう、アホ。俺も次産んだろ、じゃ。青と名人だけ一人見でかわいそうやな。さあ、4番。どうや、これ。ミニゲーム。あー、これか。これな、でも自分が対象じゃないと思うんないね。もらう。5000万、もらう。もらう、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 もらう。シャーケー！うわー、これ3億とかやったら熱かったのに。よーし。はい、3000万円ゲット。そして田舎を後にしていく。で、給料日がもうちょいじゃないの？俺。お、今日は手術道練習だ。素振りしよう。また激練習だ、とにかく。お、3倍、そう、3倍、重いバットで素振りするとね、バットが軽く感じるのよ。実際ね、なんか、野球選手がこう、バッターボックス、次のネクストバッターサークルで、なんか重りかなんかをぐるぐる巻いてバット振ってんのは、あれはな、打席でスイング速度上げるためやね、これ。お。ま、700万ってお前、そんなお小遣いじゃないんだからさ。やめてよ、そういうの。桁が1個足らんよ。でも大人時代まだまだあるで。さあ、青戸名人はどうなの、給料。総理大臣なんの？総理大臣な。ちょ、待って。ねえ、同級生から総理大臣生まれた。え？ 2 億、え、総理大臣って年収2億もらうの？何それ？え、やばいやん。しかも、日本初の女性総理大臣なんじゃない？これ。え、うちの子たちがって。うわぁ。右のツインテールの子かわいい。うわ、成人した。科学者。え、何このアクセラレーターみたいなジャージ着て。あんなん科学者なわけないやろ。お前まさか。やばいなこれ。やばい、これ3人も産むつもりやこれ。3人も産むやこれ多分。いや、産むな。うっそ。3人兄弟や。化けも生まれろ。見た目全く同じクローン。クローン作ったこいつら。ねえ。子供を作ったんだよ。クローン作ってんって。クローンやん。どう見ても。あかんやろ。4。ぴったり。どうや。頼む。オールスター入り。多分オールスター選手。レーザービーム。いけ！大丈夫。まさにレーザー、ノーバウンド鋭い送球で見事ランナーを仕留めた。モコモコ会場からモコゴールで投げられ、モールサイリーが確定した。よっしゃ。だいぶ格上がったんちゃうこれ。サインボール100枚になったぞ。格が違うわけよ、その辺のお前。しょぼい選手は。おい姫もいい練習してるね、3000万。同じぐらいか、じゃあ。でもね、でもなんか、あれやな。野球選手にしては年収3000万って、微妙じゃない？冷静に考えたら。
1億ぐらいもらえないと。大大吉って何や。え、何その1億。ん、それ何それ。あ、やった、ありがとう。あ、総理大臣がなんか頑張ってくれたらしい。リモコン6番。あー、恋愛。あ、違う、こいつさ結婚する気ないんか、ガチで。3000万円や。何総理大臣がお前変な金もらってんねん。断れちゃんと。いや、だ総理大臣がお前物売ったりすんな。え、でもまだ俺まだ1位ちゃう。まだギリ1位やねんけど。ねえ、引退したお仕事。うわ、でもそっか、俺ら多分引退やな。ミスれ。いやー、一着ボーナス3000万大きい。お祈り。うわー、こいつうだつだからん人生になってるから、もう祈るしかないんや。いらん、いらん、いらん。よし、なんかまたお宝とか出てけへんかな。邪魔、仕事しない、無職なれ。ヒーローものの大学に抜擢された。は？あー、なるほど、悪役だからってことか。まあでもあれよな、ハリーポッターのさ、あの悪役のさ、何やったっけ、あの金髪の、あれも海外じゃもう悪役やからって嫌われてたらしいからな。でも日本に、その初めて来た時に、日本にはこんなファンがいるやって感動した、だから新日になったんよ、マルフォイの人。そう、トム・フェルンかよだったっけ。それでその審査とかあった時に、そのすごい、そう、なんか活動頑張っとったんよ、日本を救うために。そんだけでも役のイメージってな、世間で浸透するからな。長年ごとき認められた。おお、病院のトップ。ちょっとみんな着実にレベル5の22レインボーなってる。いや、これ仕事頑張った方がいいやろ多分。それかもっと子供作る。いや、これ俺子供作った方がいい気がするねんけど。だって俺ら引退やろ。で、子供は引退した後も お金をもたらしてくれんねん。やばそう。あ、4はいい。山に来た。お、ロープウェイ。大成功、大成功。よし。これ多分子供2人目いけるんじゃんか。どうや。100%、よし。さあ、山で子作りしよう。お、幸せの家族手持ち、達成。さあ、これが2人目の我が子だ。あれ神。あ、そっか。俺は、そうか、地毛黒なんか。びっくりした。言って一瞬誰の子やと思ってん。いわゆき、2000万。2000万。しょぼいよ、300万ずつは。一人頭1億くらいかっぱらってこんとこ、多いの。俺この5個にいるうちに俺毎旦子供作るわ。じゃあ決めた、毎旦子供こしらえる。で、子供の生活だけで、死ぬだけで暮らしていくわ。お、お祈り。え、総理大臣がお祈りとか行くんや。まあ、国を背負って、国と国民を背負ってるからな。失敗しよう。もう能力値ってこっから上がる意味あんのこれ。アウト名人運勢がすごく下がった。よーし。うわ、待てよ、嘘、まさかアウト名人にもついに春が来るのか。いや、ミッチは無理やろ。いや、ミッチやめとけ。失敗しよう。たくも失敗してくれ。よーし。そ、お前は生涯独身って運命なんや。おぉ、29% か。あと6ターンしかないです、大人時代が。成人しよった。会社員として、給料日に1200万円仕送りする。それ、あな、もう給料全額ちゃうの。さすがに。うわ。落ちろ、落ちろ、ミスれ。ミスれ。ミスれ、ミスれ。はははは。名前呼ばれたやって。めっちゃいいやん。なんかでもこいつあれやな、独立してなんか、事業失敗して、でもそっからな、ドラマの脇役になってるもん。ドラマの脇役で1000万の収入とか絶対ないやろ。なんかおかしいよ。野球選手、ウォールスター野球選手が3600万やのに、脇役のドラマの演者なんて、だってまだ普通に正直アルバイトしてるレベルやろ。なんだ。お、店の子供やってきた。おー、楽しく遊んだ、いいね。微笑ましい。もう一回恋愛マス来い。おお、レンチャンで作っちゃおっかな、子供。あはー、間違えた。大成功して。やべ、これミスったかも、みんな。88%。あー、もうバカ、何してんだこれ、子供作れん。これバカじゃん、俺。でもそっか、家、いや、ちゃうわ。家小さいから、その、どのうち無理なんや。多分。俺の子を埋めようっつってやっても、多分埋めなかったわ。どの道。どっからだから家でかくせなあかん。うわ、旅行いいやん、家族で旅行。宝島へ。もう交番向かったら自首すんのか。自首しろ、そのまま。捕まれ。なにこれ。宝島って何。俺も宝島行きたいな。あ、こっちは。行かないか。カンファレンス。難しい、横文字できた。うわぁ、もうちょい進めば。バッテンやったのに。2000万の裏金を手に入れた。体力が上がった。有名監獄。は？謝礼1億6000万？何、ハリウッド映画か。
格闘家として生きていくやって、まあ見た目、うわ、3000万仕送り。朝倉みくるぐらいやで。格闘家で3000万仕送りできる人間って。ああ、7番だ。これは給料かな？ぴったり。うお、7000万でかい！これさ、俺、家買うわ。クソでかい物件買って言う。うわ、宇宙シャトル買えねえ。中古のタワマンでも買うか。いいよ、中古で。買ったろ。まあ、資産になるもんな、これな。カードは。ちょっとカード1枚ぐらい買うとくか。お飲めカード。2枚ぐらい買ってもいい気がするけどな。まあ、いいやろ。こんなもんで。財政政策カード。給付金配る。やった。やったー。うわー、現実でも1億円ぐらい給付金くれたらいいのに。これでも、なんなん？総理大臣自らも1億円もらうんや。そんなお前、職権乱用やん。まあ、旅行か。宝島。これでも宝島ってこと。でも総理大臣がさ、あんな一人で旅行なんて行く時間あんの？本気でもスケジュールなんや。大人時代後半。あと4ターンや。うわ、会社員。2200万。ちょっと俺らの子供もそろそろ成人してほしいな。銃引いとる。お前それ工作や。何クラッカーって1000万人目クルージング体験。船プレス、あ、出たこれ。あー、これめっちゃ高く売れるやつや。やばい。俳優として生きていく。1000万円やって。木村拓哉やん。ちょ、殺す。やべ、ちょ、みんな金めっちゃすげえ持ってるやんけ。ちょっとさ、俺も職業そろそろランクアップさせ。うわ、宇宙シャトル。もう、宇宙シャトル買ってる人いんねんけど。しかも宇宙に置け。地球に火山な、それ、お前。なんかフィギュアみたいに。何これ。会社人となった。病院の収入上がった。2億円。やべ。勝てない。おい、勝てへんぞ、これ。もう、あ、やば。うわ。あ、これやばい。もうまた怪我かよ、おもろな日の。もう、この怪我で多分引退やで、俺。お前も銃。なあ、これさ、コンピューターの運おかしいんやけど。1億5000万。何これ、はい、ミニゲーム。は？何？何すんのこれ。いや、見せてや。13対6ダブルスコアやん。あ、なるほど、お金取り合いか。こんな、もうでもそれ賭博やろ、言ってみたら。総理大臣が賭博してる。しくったろ。帰ります。俺ってちなみに今どこにおんのこれ。あれか、田舎に旅行してたからこんな遅いんか。うわ、青戸名人やばいな。子供が俳優。なんでみんなその特殊な仕事したがんの？お、おっしゃざま。頼む、お願い。悪いこと言わんから、もう、全部、あれしろ。失え。ざま。宇宙スペース失え。失えよー。これさ、もうこのメガを使おうかな。いや、ちょっとね、これ足踏みしてられんわ、給料日、迎えずに。頼む。メジャー。怪我を治すため、あ、医者の I love me に高い治療払い。ねえ、友達やねんから、ただでやってよ、そんなの。ひどいよな。嘘、それちゃんと増えんねや。うわ、ごめん、これ、俺、もう、怪我治さん方がよかったんちゃう。しくった。これ、怪我治すべきじゃなかった気がする。何これ。立石名人にサインが狙ったって、いや、逆や。逆や、あなた総理大臣、サイン求められる側や。何お前、普通のファンガールみたいに言ってんの。うわ、俺、あれ、どうすべきやったんや。めっちゃカード買ってる。なんかカード買い占めてるな。何を狙い？何を狙いや？月9ドラマ？失敗。いや、失敗せん。失敗せんやん、こいつ。失敗せんがな。こんなお前でもトントン拍子で出世するか？ドラマ主演。子供2人の収入、やば。2400万。うわ。やべ、これまた子供産むんちゃうか？これまた産むぞ、これ多分。また産むぞ。これまた子供産むね、これ。何人目これ、もう。4人目とかちゃう、これ。やめろ、産むな。産まれんな。俺の子供産まれろ。バケモン産まれろ。いや、それまずいって、もうクローンやんだ。だからもう3人目やん。ねえ。同じ顔3人目あかんって。やめろ。ちょっと待ってくれや、もう。こいつ。どうやってこっからまくれるんですか？青戸明治10億円資産。
もう10億なんか戻ったらもう責任とかどうでもいいから俺逃げるわ。サッカー選手 ?3600 円。え?もう海外とかでバロンドール取るレベルやん。仕送りで3000万円って。これね、こっち行った方がいい多分。6。デートですよ。子供に、あ、滑った、託そう。ロープウェイ。二人同時に作るとかないかな、これ。二人同時に作れ。子供ダブルで作れ。乾燥して二つ作れ。来い。双子生まれろ。一緒。顔一緒、お前。多分、子供のパターン2種類しかない。あ、もう、今一瞬2000万円と期待したのに。てか、今の1000万払う意味なかったな、多分。しくじったわ。ラッキーマスレベル1。最近よく声かけられるだって。そらかけられるな、総理やねんから。ね?総理?総理?へそくり2700万。何のお金それ。なんかかけまーちゃんとかやってへんから、俺で。俺が暴いたんのに。俺が週刊誌に売ったんのにな。もう、そっちなんだ。医者の役?でも医者といえばお前、同級生に医者の優秀なやつおんのに。うわー、椅子なっとる。7番や。え、これさ、大人時代ってもう終わるんじゃん。大事な休日だ。何をしようかな。何買う気?もうええぞ。もう、なんも。あ、カードか。まあでも、ここまで来たらもうカードぐらいしか買うもんないよな。トラブルマス。よし、頼む。宇宙ステーション壊れろ。割れろ。火事なれ。火事なれはちょっと、ひどい。あ、マジか。4。あ、まただ。二人とも好きなグループのライブ。カラオケ行っちゃおっか。ねえ。で、カラオケで小作りしよう、もう。100% 来た。4人目来た。なんかちょっと、イケメン生まれろ。いや、もう同じ子かもしか。呪いや、これは。でも呪いとか言ったらあかん。そう、可愛い子がな。何に生まれようがみんな可愛いもんや。しかもタワーマンション住んでるからあれやで。8人まで行けるからな。4。神社でお祈りやって。なんかスピリチュアルやな、うちの総理大臣は。いや、お前そこは国民のために祈らな。え?祈りが届いていきなり天から。出たー、やる気ボタン俺が初期の頃もらった。は、なんで?え、総理大臣に物盗まれた。窃盗だとしてちゃんと言うわ、警察に。大臣。よっしゃ。何でも大臣の人に選ばれた。でもそういう格打ちと、押しとかあるんや、選挙で。はい、ランクダウン。給料3分の1になってる。やったー。どうや。でもこれだいぶ差ついちゃったかな。うわー、最下位になってる。そーん。で、しかも俺だけ最後の給料日なかったんじゃん、これ。あれ、俺給料日なくなかった。うわ、出た、これ最後の。もう逆転するしかないよ、これ。これな、前回マジで思ったのが、これ真っ先に逆転した方がええねん。真っ先にゴールすると、他の人たちがルーレット回した分、僕も回せるから、そこでまくれるのよ。だから俺はそのためにでかい目カード取っといたんや。これ俺もしかしてやっぱ引退か?まあ、てか引退やろな、プロ野球選手は。俳優とかは、まあ、年取ってからもできるかもしれんけど、俳優とか医者は。やべ、6300万だ。え、なにそれ。え、一発逆転島なんかあんの。え、それ行こうぜ。子供、うわぁ、すごい、ギャル。アイラブ見て、子供何おんの。え、一発逆転行こうかな。行った方がええよな、絶対。だって、ほら、もう、おばあちゃんになっても、髪の毛染めて、目キラキラやし、カラコンして。で、年収は ?1 億8000万。で、子供4人合わせて4600万。勝てるわけない。行かないんだ。あ、二人成人した。野球、おぉ、やっぱそうやんな。3600万。両人に4400万。の、ちょっと遅いかも。頼む、これさ。5。いや、5。もう最悪じゃ、このゲーム。は、なんで抗議し、罰金5000万。え、俺、あの審判、俺、マジで、9回から追放しよう。は、ボール玉、え、何それ。抗議しただけで5000万罰金なの。てか、なんで俺まだ現役なの?冷静に考えたら。おじいちゃんだよね。うわ、これ、カード使うべきやったんか。なんでお前、帰り咲くねんって。この歳で。
嘘やろ。また総理大臣なりよった。いや、これもう行くしかないよ、俺一発逆転の島。いやー、これでもゴールしよるな。まあでもしょうがないかな。うわ、事務所から台本暗記法。でもね、やっぱね、この間某、本当に大御所芸能人の俳優の方とね、共演したんですけど、もう台本とかいつ読んだんってレベルでね、もうスラスラ読んでたよ。誰よりも遅く入ってきて、誰よりも早く台本覚えて、一口も一言も噛まずに収録終えてたからな。やっぱあんねんな、その暗記術みたいなの。なにこれ、すごいの来た。自己中すぎちゃいますかね。頑張れても少しお叱りがあるみたい。なに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 、お、やった、おー来た。ハモってるかか。こいつしかもトップ目やったん。来た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 。なんか買ってる。でもどうせ3000万ぐらいやろこれ。2億円結構でかい。待てよ、いや俺がルーレット回すぞ。どうせこれスポーツトップやもんな。これ俺引退ベッド、最後の引退になる。引退宣言をした、引退試合か。今ありがとう、関西観戦の中球場後にした、今までありがとうって。もっと言うことあるやろ、引退セレモニーで。ランクアップ、野球選手引退でレフリーダンス。あ、でも子供4人で1億円。あ、行くぞ。どうせカード持ってないもん。行くしかねえ。だってもう行かなきゃ勝ちはない。うわー、なんかすごいマスいっぱいある。何があんのこれ。チャレンジ、賞金ポイント貯めていくやって。失格で賞金なしで退場。あー、これなんか前もやったな。どんなやった覚えてんわ。もうこれも行くで正解やと思う。まあ、ゴールは遠のくけど。給付金頼む。俺にだけ こっそり3億円ぐらいくれ。おい、こっそりねえ、その給付金自分にってなんかちょっとずるいで。こっそり3億円ください。もう、なんでだ、でも、なんだかんだ5億持ってんのか、俺。うわ、10だ。ずるじゃん。え？俺がしたい？ん、どこの国に総理大臣に3億円あげんのよ、お前。企業があんのよ、お前。おかしいわ。で、くれるにしても、その、懐に入れんなよ。うわぁ、怪獣映画、ゴジラってこと？ええー、これ普通に下のルート行っとった方が儲かったんじゃん。ミニゲームでしくれ。いや、負けてる。総理、ゲーム強いんだ。あれ、みんなでも小さいカードやな。ん？ 2？ ええー、3人とも仲良し。何これ、何を狙ってんの今の小さいカードは。もう一個上のマス何やったんやろ、あれ、青いやつ。さあ、もうこっからはもう泣いてもらっても肩なしやからな。もう、出目がしょぼーん。丸×クイズ。アイラブ、いや、×。違う、ジュンさんじゃない。なんとかさん、哲也さん。だよね？オッケー。うん、いや、チャレンジするよ。当たり前、お前。当然、こんなところで。もう、ここで100億円資産持って帰んねんから。政治家か、人生を振り返る本。うわー、ちゃっかり本でビジネスしてる。しかもまだ現役やろうが。なんでこのゲームしてる人たちみんなそのお金に汚いの。え、売りに行った、何を売った、お前。8000万、家でも売ったのかな。5、みんな同じで目指すな。じゃ、地域のゲートボール。うわ、出た、この老後のたしなみ。公園とかでようやってるボールをなんか入れるやつ。もうミニゲームもうええって、お前ね、これさ、最後にもう4人でなんかやろうや、もう全部、もう正直に全部まとめて、なんか、あれ、一か八かのなんか大学展対決。行くぞ。うわ、9、でかい。いや、なんか嫌な予感する。あーもう、しょっぽいマスしか止まれへん。カラオケ対決で何？バラード。体力があるからバラード。そう。よっしゃ !40%。まだ行くで。じゃあそらお前リタイアするわけないのよ、こんなとこで。なんかさ、これやっぱこいつらなんか出目がいい気がする、ずっと。人生制作最後あそこ手前のデビル止まらんから。うわー、ゴールや、最悪や。こっからゴールするたびあいつもルーレット回すぞ。まあでももうドベは確定なもんやからしょうがないわ。
俺もギャンブルしまくる、徹底的に徹底的にギャンブルするからな俺最後まで。でもなんかゴールしちゃいそう。よし、そう、小さいでめ、そう、そう、小さいの。もう、あ、もうやめ、おもんない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 。自腹？は？7億してやった。あの、もう、あの、で、え？リセットしていい？もう、もういい？もう、もういいよな。ミンでもしてんだ。所持金を見てみましょう。いや、待って、俺、タワーを持ってる。タワーマンとお宝がある。1億。お、3億。そこいつ宇宙ステーション。幻の絵画。1億8000万。あ。え、アンティークな人形2億。特別賞まだまだある。経験豊富でしょう。あ、ラッキーマス。あ、自分の家。ミッキーゲーム。一番、あ、あれ？すげえな。でも、青戸名人は、一貫してもう恋愛とか興味ないってスタンスで、結婚もせず子供を作らず独り身で、この結果やから、いや、これは立派よな。総理大臣になって、独学で。しかも一回大臣に落ちたと思ったらもう一回総理になっとったし。もう、全部で18億9千万。普通の人生やって普通じゃないよ、見ても。多くの子供恵まれた4人の子供、全部で22億円。普通の人生4人の子供、2億9千万、十分ですけどね。気ままな直線ライフ26。人気の政治を、立派な人生やったわ。金ばらまきまくっとったもんな。